まずはなんていうか、やっぱり純粋にどうして人は生きているのか、人とか、まあ、動物とかも含めてなんで生物は生きているのかっていうところの、まあ、好奇心で研究してます。私はその工学部の化学生命工学専攻の、神経細胞生物学研究室というところで、ポスドクをしています。私たちの体を作っているその細胞の中には、まあ、さらにその細胞の機能を維持するための、細胞内小器官というものがあるんですけど、まあ、そういったものが細胞内小器官がどうやって、働いて、そしてその私たちの体の機能を維持しているのかということに興味があって、まあ、そういったことについて研究を行っています。多分遡るとすごく小さい時から興味があったなと思いますね。なんかこうそれこそ幼稚園とか、まあ、小学校上がるくらいの頃にはまあ、将来お医者さんになりたいとかっていうふうに言ってた時期があったんですけど、その理由が、お医者さんになって心臓の音を聞いてみたいからっていうふうに答えてたんですね。まあ、そういう小さい頃からなんとなくやっぱり なんで自分たちの体がこうやって動いているのかなっていうことに漠然と、興味を持ってたような気がしますね。博士の、学生だった頃の研究では、細胞にウイルスが感染した時に細胞がどうやってウイルスに対抗して免疫の反応を起こすのかっていうことのそのメカニズムについて研究していたんですけど、まあ、実はそこに、全く新しい分子が、関与するっていうようなことを、私のその博士の研究では見つけました。修士で、入ったその研究室の先生はじめその他のメンバーみんなが結構世界をこう驚かすような、サイエンス、その科学、新しいことを見つけるような、まあ、そういう研究をしていこうっていうその情熱をすごい持っていて、なんかそういう環境にやっぱり自分が入ってそこで本当に研究ってあこんなになんか楽しくてなんだろうすごくその未来がこうすごくこう広がって見えたっていうのか、そう、はい、そういう出会いでしたね。アメリカのイェール大学に、博士の1年生の 夏頃ですね、7月8月の2ヶ月間ラボに行ってきました。それまではずっと日本の中で研究をしてたような感覚だったんですけど、まあ、そこで初めてこう世界っていうのも見て、もっとその海外の人と一緒に研究するっていうこともどんどんやっていきたいなっていうふうに思うきっかけになった体験でしたね。当時、まあ、アメリカにも行って帰ってきた時には、もちろんそういう研究者としてこれからもキャリアを積んでいきたいとも思ったし、でも同時に普通に家庭を持って、まあ、子供をとか恵まれれば子供も産んで、まあ、そういう自分の家族を作りたいなっていうイメージもその時にはちょうど持ち始めた頃で、なので、それをどう両立するかっていうのにちょうど悩み始めた頃でもあったかと思います。このまま一緒にそのパートナーと人生を一緒に歩むんであれば、まあじゃあどこで結婚しようか、どのタイミングで子供を産もうかっていう話も結構掘り下げて喋ってた記憶がありますね。で、やっぱり私はまあ生物の勉強もしてるので、まあそうするとやっぱり女性がまあいつまでも子供をを埋めるわけではない、まあ、特に、健康にそのリスク少なく、赤ちゃんを産もうと思ったらなるべく若い方がいいっていうのはやっぱりその自分が勉強している中で、感じていたことなので、そのキャリアを
追いかけるのが先か家族を作るのが先かっていう話に最終的になって、じゃあまずはその家族を自分たちの家族を作って、その上でお互いの仕事を頑張ってみてもいいんじゃないかなっていう考えに私たちは至りました。自分の研究に自信もついてきて、どん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 、キャリアを積んでいく時期が30代から40代になると思うんですけど、ちょうどそこがその結婚とか出産とかっていうライフイベントと重なるっていうのもあって、結婚や出産を早めのタイミングに持ってくる方が自分のキャリアも諦めないで研究者としてやっていけるんじゃないかっていうのは思います。一人目出産したのは、博士3年の12月頃ですね。夜泣きがあった時期だったので、まあ、そういう対応をしながら、まあ、博士論文書いたり審査の準備したりっていうのは大変でしたけど、なんかその今から振り返ると、でもなんかそこで結構頑張ったから、その当時まあ大変だったけど頑張れたから、なんか今は何があっても乗り越えられるようなそういう気持ちになってるところはあります。まあ結構もう手がかかる時期が終わりつつあって、それはすごくここから私は仕事を頑張るぞっていうところが頑張るぞってできるので、これからこうキャリア積んでいくっていうことを考えた時には良かったなと思います。研究者に限らないかもしれないですけど、結構その一度その子供を預けてる保育園の先生に言われたのは、結構まあ忙しくしていて、その子供が寂しい思いをしてるんじゃないかってこう不安になった時に、でも子供はちゃんと母親が頑張って仕事をしてるっていうのは大きくなってきたら理解して、むしろそれを誇りに思うから大丈夫って言われて、まあその言葉に結構私も救われたんで、まあそう、私自身もその誇りを持ってその仕事をしていれば、まあ家族みんな、なんていうのか、それを理解して、それ自体を誇りに思ってくれるようになるのかなって、今思ってますね。